Wow. And 次はね、今まで言葉の壁で言えなかったけど、ずっと海外ニキに伝えたかったことありますか？英語でとか。英語で。日本語で伝えていいけど、うちがね、翻訳するから。祭りはね、海外ニキネキたちと、もっといっぱいおしゃべりをしたいんだけど、英語が本当にできないの。祭り実は、3歳の時から14歳になるまで英語を習ってたのね。でも ABCD しか言えないのね。だから本当に英語がアルファベットは最後まで言えるよな。あ、ギリギリ。だから本当に英語が苦手なんですけど、会話したいっていう気持ちあるので、トークはできないけど、ツイッターとかで、リプライ送ってくれたら翻訳して返事できたりするから、配信だとお話できないけど、よかったらツイッターの方でたくさん絡んでほしいなって思ってます。おー、なるほどー。